見に来てくれてありがとう。歯科技講師のタカポンです。今日はあれだ、ワクチン、コロナのワクチン、昨日打ってきた、まあまあ平気、平気っちゃ平気だ。仕事やる分にはワクチン問題ね、ただ運転するときなんか微妙に肩使うべ、外いて痛えんだ、そういう感じだな。まあ友達が言ってたけど、スイムがしばらくできねえって言ってたな。まあおクロールがこれちょっと無理だな、痛えな、まあそういうことでワクチン予約できんだよ。埼玉県はエッセンシャルワーカー、に歯科技工士入ってっからね、まあ歯科技工場の営業も入ってっからな、医療品とかまあそういう関係を作ってる業務とか営業とか、まあ他に工場勤務、倉庫とか、物流とか、まあ結構いろんな職業に対応してるな。そういうのを埼玉県でやってっからな、埼玉県の市町村じゃねえぞ。市町村はまだ年配の人、おじいちゃんおばあちゃん対象だからな、国でやってるのは18歳以上の日本人か、日本に住んでる人か、18歳以上の日本に住んでる人、そういうのが大手町だったり、あとどこだ、まあ大阪か、なそういうとこでやってるべな。埼玉県も埼玉県独自のそういうのがあっから、そういう 業務の人たち用のやつがあっからな、そういうのあっから。で埼玉県は明日だよ、明日の1時から予約ができっかんな、予約した方がいい、予約して、そんでエッセンシャルワーカーの予約すると、その次の2回目も強制的に日にち決まっちゃうからね、決まるんだ、だからな、2回。ただ技工所ってあれだよな、予約は取らせねえとかっていうところ多いみてえだな、業務時間だから、予約は禁止、ワクチン打つこと自体禁止してるような技工所も多いはずだ、ほらワクチン打ちに行ったら仕事止まっぺ、そういうの嫌がる技工所の社長とか経営者は多いはずだな、まあコロナじゃねえけどインフルエンザの時、インフルエンザになったら黙ってろ、黙って会社に来いって言ってた、別に休めるわけじゃねえんだから、だから人にうつしたって、その人は他人は休めるかっつっと休めねえ、だから全員がインフルエンザになっちまえばいいんだみてえな、そういう会社あっかんな、歯科技工所な、どうせ休めねえんだからな、病気にかかってもかかんなくても関係ねえ、まあそういう考えの技工所多いから、大きな技工所そういう考えの技工所多いからな、ちっちゃいとこは分かんねえけどな、ちっちゃいとこだと経営者の方がうつくかもしんねえから怖いからな、休めるかもしんな、逆にな、大きなところは社長室別だもんね、従業員どうでもいいんだ、まあそういうことで埼玉県は明日の1時から予約できっから、そんで会場がまあ越谷も今越谷やってるね、で明日から予約できるのは埼玉市、川越、熊谷はその3つだな、それ予約できるから、確実に予約できるから、一時に予約してみろ、絶対できるから。俺前回の時俺の彼女の分も俺が予約したんだけど、まあ一緒の時間にする気になったんだけど、それはちょっと間に合わなかった、
まあ会場に行って20分ぐらいで終わっから、受付も流れ作業、流れ作業、受付からワクチン打つまで大体5分な、うん、ほんで待機所に行って15分待機、うん、そのくらい、それだけ、うん、一瞬だ一瞬、うん、ワクチン打つまでは超早い、うん、流れ作業、こっち来てくださいっつって、うん、なワクチン打っといた方がいいから、まあまあワクチン打てば風邪薬ぐらいで治んだんべ、コロナにかかってもわかんねえけども、ほらインフルエンザだってそうだんべ、よく俺なんかインフルエンザがあれだよな、生涯に2回しかかかってねえよな、あと基本的に小学校とか学級閉鎖で喜ぶタイプだべ、かかってんだかかかってんだかわかんねえけど、うん、学級閉鎖になって休みになって喜ぶような感じだからかかってねえんだろうな、うん、まあそういうことで、うん、ワクチン打っとけ、うん、痛くはなかった、うん、痛くはねえけど後から肩が動きにくい、ただ仕事してるのは関係ねえからな、うん、ようやく埼玉県は明日から12日の1時間予約できるか、うん、埼玉県のホームページだな、エッセンシャルワーカーっていうので検索してみ、出てくるから、うん、なまあ検索じゃね、予約できかどうかだよな問題は、歯科技工所の社員がワクチン予約を禁止されてるかどうかだよな、うん、問題はそういうことだ、まあそれは歯科技工所の闇か、社員の体調はあんまし気にしてねえから、うん、まあ基本あの仕事優先だからな、仕事がなくても会社に色みてえな感じだけど、会社にでも給料上げるわけじゃねえからね、まあワクチン打ってみろ、うん、そういうことだ、うん、ほいじゃあな。